理算数理工学の授業を始めていきます。第4回になりまして、全化式の解き方の発展編をやっていきます。前回ですね、最後に母関数というものを紹介したんですけども、それを使って全化式を解けるようになるというのが今日の目標です。はじめに線形全化式を扱って、その後により複雑なものを扱っていくという形で進めていきます。ではまず、前回最後にやった母関数の復習から始めていきましょう。 数列があるときに、そういう字が0から始まっているものを考えるというふうに言いました。で、それの母関数といったら、ここに書いてあるようなべき級数で、x の n 乗の係数が an になるようなものと、n は0から無限大まで和を取っているということになります。で、これはあのべき級数なので、まあ、収束しないかもしれないんですけども、この授業では収束するものだけは使うということにしますということになります。で、前回いろいろなこの数列に対して、この バカン数このべき級数はどのように書けるのかということを確認したということをやりました。で、ここにあるのがその例になります。はい。えっ、ー、とですね、すべての項が1であるような剣列で,ですね。また、あ、一般項、AN が1であるようなものは1、1マイナス X 分の1になると。そうでした。で、えっ、ー、とい、一般項ですね、2の N 乗となるような剣列、1248、点々というものは1、1マイナス 2X 分の1と。 で、一般に2じゃなくてアルファであっても、それはアルファって、まあ、えー、と複素数ですね。だったら1マイナスアルファ X 分の1というふうになるということになります。はい。で、えっ、ー、と、0123、点点点っていうような N という、こいわゆるその一番簡単な等差数列ですね。で、この場合には、えっと、1マイナス X 分の x 分の X という形になるということを前回ご紹介しました。で、まあ、前回やったのは、この一般項から、そういうからの母関数を どのように作るのかってことをやったんですけども、今日やるのは、まあ、この逆で、切れませんね。この逆で、えっと、母関数からこう一般項を導きたいということをやっていくということになります。はい。で、えっ、ー、と、それを使って、あの、数列の一般項を求めるということをやっていこうと思います。はい。では、まず線形全化式の話からしていきたいと思います。 えっと、これは、前々回の例で、まあ、この an というのが、あるグラフの完全マッチングの総数を表すときに、全化式として、ここに書いてあるようなものがまあ得られますということをやりまして、えっと、これ前々回第2回だったんですけども、それで前回第3回には、特性方程式を用いる方法と行列を用いる方法で、この一般項を求める、解いてみるということをやったということになります。で今回は、同じものなんですけども、母関数を用いた方法でやってみるということをご紹介したいと思います。 で,ですね母関数を使うときには、その考えている数列っていうのは、そういう字が0から始まらないといけないんですよね。で、今考えている数列っていうのは、そういう字、n が1から始まってますので、ちょっとこれ困るんですね。だから、まず、えっと、a0 っていうのを、便宜上定めますということをします。で、今ですね、この全化式があるわけです。で、これでは、今は n が0の場合というのは決まってないんですけども、仮に、 A0 っていうのがあるとすると、これが何を満たしてなくちゃいけないのかってことを考えるわけです。で、そうするとですね、えー、っと、一番下の式が、えー、っと、N が2の時にも、もし成り立ってるとすると、成り立つとすると、どうなってないといけないかっていうと、A0 っていうのは、えー、っと、この式満たさないといけないので、a にイコール、ちょっと順番わかります。 順番を変えるとと A2 A1 A0 イコール A プラス A を満たさなないといけなくなりますで、今、A2 と A1 分かってるんですね。A2 は2で、A1 は1なんですね。だから、この式を満たさないといけない。だから、そうすると、A0 っていうのは1じゃないといけないということになります。だから、3つ目だとすると、A0 を1とすると、この式ですね。 n が2のときも成り立つので、そのま全化式として、うまく、あの、順番に n を大きくしてくると決まっていくということになります。値が決まっていくということになります。つまり、今、まあ、a0、1としましょうと。で、そうすると、ここに書いてあるように、動かないと。あ、そうだ。ここに書いてあるように、えっと、一番下の式が n が2のときにも成り立つということが言えるので、つまりですね、上のこの全化式は n が0のときには1で、n が1のときに1。 で、n が2乗のときにこの式が成り立つという形で書き換えられるということです。もちろん n が2のときには a には2になるんですけどもそれはこの一番下の式から導かれるということになるわけです。いいですかね。ということでこれで a n っていうのがの n がです、ね、0のときから始まる数列としてまあ書けたということになります。で、これの一般項を考えましょうということになります。はい、ここまでですか。はい。 で、まあ、このように A0 を定めてから何をするかというと、先ほどもですね、えっと、母関数を作ろうと思って、この式をじっと眺めるということをします。ですね。で、そのためにはですね、その X の N 乗をかけて、級数を作るということをするんですけども、まずですね、この式、今これは N が2乗の時に成り立ってます。このですね、N が2乗の時にしか成り立っていないってことをちゃんと追っていくのが重要です。これ前回もちょっとあったんですけども、えっと、どの範囲でこういうものが成り立つのかってことをちゃんと追っていってください。ですね。で、今これの両辺に X の N 乗をかけます。 そうするとこういう式が得られます。これやったら単に x の字を書けただけですね、はい。で、ここで、えっと、母関数を作ろうという気持ちがあるので、和を取ります。で、和を取るんですけども、この式は n が2以上のところでしか成り立っていないので、n が2からの現代までで和を取るというふうにしています。いいですかそうすると、ここの式は先ほどの母関数の定義に何か似てるんですよね。要とですね、a0、a1、の母関数。 っていうのを、どのように定義したかっていうことを思い出すと、これは和で an、xnl 上の和なんだけども、n が0からの原点だったんですねで。これは0からなんですよ、母関数は。で、ここに書いたらこれ2からなんですね。だから、形は非常に母関数に似てるんですけども、ちょっと違うっていうものができましたということになります。で、今から何するかっていうと、実はまあこの左辺とですね、右辺をうまくですね、 変形すると、この母関数を使って書けますよということになるので、それをやっていきましょうということになります。で、じゃあ今ちょっとこの母関数、いちいちこう書いていくとちょっと面倒なので、その母関数に対して、まあ記号を導入して AX 書きましょうと。重要なんですけども、これ今その X しか依存しないなんか関数になってます。ので、AX かに書かけていると。ですね。この中に N 出てきませんから、それ注意してください。この中っていうのは、これあの、この、9数を全部この、 出し合わせた後には n 出てきませんから、それ注意をしてください。ですね。で、これを ax と書いて、母関数 ax と書いて、その母関数を使って、この各辺をですね、表していくということをします。今、ここに書いてあるのは今できた式です。で、これの左辺と右辺を ax を使って表していきましょうということをします。じゃまず左辺からやっていきます。左辺は先ほど言ったように、これ n が2から始まってますから、n が0から始めるように無理やり書くと、n が0の場合と1の場合をこの場から引いてあげる必要があります。 これ引いてあげましたいいです、ね、でそうすると、この初めの項、これが母関数なわけです。いいですね。それは母関数になります。母関数になります。いいですね。で、今、a0 と a1 両方とも1でした。だから、マイナス1、マイナス x というのは後ろについてきます。いいですか。で、これで左辺は、この母関数を使って、まあ、x による関数という形で表せましたというとことになります。いいですかね。で、同じようなことを右辺についてみます。 で、右辺どうするか。まずですね、ちょっとこう、だから AN、an-1 とか an-2 っていうのが、これが扱いにくいので、この添え字が n から始まるようにします。あ、n になるようにします。で、n-1 を n にすると、それは添い字がで、それじゃえっと、n がですね、2から始まっていたものが、1から始まるようにしてあげればよろしいと。だから、n、n-1 を n に置き換えているわけですね。そうすると、n は2から始まって、1から始まることになります。で、xn 乗は、xn プラス1乗になるということになります。ですか これは同じものです。全く同じものですけども、その、数字の動き方を一つずらしたということになっています。で、後ろの項は2つずらしますと、n-2 を n と置き換えると、n が2だったからだったところは0からになって、x の n 乗が xn プラス2乗になるということになります。いいですかで、これは見た目が先ほどの母関数に似てるんだけども、母関数じゃないと。で、母関数についてはどうしたらいいかというと、まずちょっと後ろの方から 簡単なのでありました。後ろの方は、xn プラス2乗のこの2乗の部分を前に出しますと。でそうすると、これ残っているのがこの級数で、これは n が0から始まってますし、中身も xn 乗なので、これは母関数です。で、前の方ですね。前の方は、まず、えっと、n が1から始まっているので、n がその前に、えっと、 その前に、まあ、先にですね、えっと A、N が一から始まってるの、まあ、N が0から始めることにしましょうと。でそうすると、ここから、えっと n, がのえっと、n が0の場合を付け加えたら、L が0の場合を引く必要があります。でそれは A0X なんですけども、X を前に出すと、こういう形になるということになります。でここも XN プラス1乗のことは、X 前に出しているので、XN 乗になるという形になります。そうすると、この前の部分、これが母関数になっているということになります。A0 は今1でした。ので これは全体として、ここの前の部分が ax、違いますね。xax-x x になって、えっと、後ろの部分が x2 乗 x ですね。今の説明だと、このカッコをつけずに、そのまま a0x 書いた方が良かったという形の説明でしたけども、まあ、これは正しいです。はい。いうことで、左辺と右辺が、えっと、この ax を使って書けたので、で、これが等しいんだって言ってます。ね。だから、これを、この二つが等しいという式を作って、そこから ax イコールという式を導きましょう。 それが次のステップです。得られた式を AX にさせて,ておきます。今、先ほどの左辺と先ほどの辺が書いてます。で、これを AX イコールの形に直すのは、まあ、これは式変形していけばいいわけです。で、まあ、式変形します。まあ、左辺に AX に関する部分を集めて、右辺に、えっと、それ以外の部分を集めますということになります。で、これマイナス X、これ消えてるのであ、キャンセルしてるので注意してください。はい。ということで、これ AX は1マイナス X マイナス X 二乗分の1になるということがわかります。 で、これで、X がなんか1つの X に関する関数で書けたということになって、これで、えっと、半分を割るという形になります。ね、この場合は、X を X の有利関数として表現できたということになります。で、何をしたいかというと、これをですね、頑張って、N イコール0、無限大 N X N かか、AN、XN 乗という形で書きたいわけです。 で、ここの部分が、えっと、一般項になると。だから何なのかっていうと、ここの今有利関数があるんですけども、これのなんか急数展開を求めたいわけです。ですか。で、それをやるんですけども、急数展開を求めるっていうのは、いろんな方法があって、まあ、それの一つをここでご紹介します。ですね。それが次のステップで、急数展開に導くとなります。で、ここでは、えっと、部分分数展開とか、部分分数分解と呼ばれるものをやります。これをですね、えっと、 分数に分解するんですけども、えっと、どうすることかっていうと、まずこの分母のですね、えっと、部分、これ X に関する二次式なんですけども、この、えっと、二次式イコールゼロっていう二次方程式の解を持ってきます。で、それはですね、ここに書いてあるように、えっと、2分のルマイナス1プラスマイナスのルート5になります。で、まあ、2つあるんで、片方をラムナ1、片方をラムナ2に移します。 そうすると、この部分分数展開、皆さんご存知だと思うんですが、えー、と何なのかっていうと、このなんか、えっと、有利関数があったら、えっと、このですね、解を使って、これですね、解を使って、ラムダ1マイナス X 分の A プラスラムダ2マイナス X 分の B とかけるという形で、この、えっと、分母が2次のですね、式を分母が1次のものの和に変えるということです。 で、このですね、係数というか、この分子 A と B は、今何だか分かんないんだけども、これを今、えっと、定めます。今、ラムダ1ラムダ2は今分かってるなんか、もう、あの、実数ですけども、A と B 今分かんないので、A と B が何だかってこれを定めます。で、定めるのは、まあ、これをですね、まあ、X に関する高等式だと思って、 やれば良いってことなんですけども、だから、まあ、これは皆さんどうやって言えばいいか、まあ、ご存知だと思うんですけども、一枚やってみるとこんな感じで、例えばですね、例えば今こういう形なんだけども、えっ、ー、と、両辺1マイナス X マイナス X2 乗かけると、まあ、こんな形になると。いうことなので、まあ、X で、両辺を整理すると、これはすべての X に成り立つので、A プラス B が0で、この後の部分がマイナスじゃないといけないということがわかります。ですね。で、これは A と B に関する、 A と B に関する方程式なんで、まあ、これ解けるわけですね。連立方程式。で、まあ、解くと、この A と B が、まあ、求まってほしいんですけども、まあ、それを求められると。で、実際に求めると、まあ、この場合、ラムダ1とラムダ2は本来はなんか数字は分かってるんだけども、ちょっとそれは後で整理することにして、今、まあ、文字の場合にもやってますけども、ラムダ1マイナスラムダ2分の1っていうのが A、ラムダ2マイナスラムダ1分,1分の B っていうのが 1>, あ1というのは B という形で終わるということになります。はい。で、今分かった、A と B が分かったので、まあ、これによって先ほどのこの部分分数分解どうなのかということが分かった。A が分子、B が分子で、ここが分母と形になっていると。で、あとは、これをですね、うまく整理していくということになります。で、整理していくんですけども、先ほどもですね、その、えっと、数列から関数を作ったっていう、 方向の逆方向ですね。母関数から数列を作るということをしたいので、まあ、ここら辺のですね、書き方をちょっと変えます。でどう変えるかっていうと、ここをですね、1マイナス何とかかける x 分の1っていう形になるようにします。で、この場合は今、もともとですね、ラムダ1マ x 分の1だったので、この、えー、と分母をラムダ1で割って、で、ラムダ1でかけるっていうのをこの前に持ってきましたと。ここですね、で持ってきたという形で、イコールがつきますと。で、後ろの方も同じです。ラムダ2で、ここ割って、ラムダにかけるということをしています。 かね、で、ここはですね、ちょっとここの係数ですね、ちょっとこの係数を簡単にします。で、G ーと眺めるとというと、G ーと眺めるところ、前の部分は10分の5をマイナスするところだと分かります。これ、じーと眺めても分かんないと思うんで、ちょっとまあ計算するんですけども、例えばですね、ここですね、ここは、えー、っと、ちょっと展開すると、ラムダ1の2乗マイナス、ラムダ1、ラムダ2分の1になります。で こにもともとこのラムダ1とかラムダ2っていうのはある方程式の、二次方程式の解だったので、まあ、こういう関係と、あと解と係数の関係ですね、これ満たすということになってます。ので、そこからですね、ラムダ1の2乗っていうのは 1, 1マイナスラムダ1で、ラムダ1、ラムダ1、ラムダ1、ラムダ2っていうのがマイナス1。なのでこ、こプラス1になるということが分かります。れはこれは2マイナスラムダ1分の1になるということが分かるわけですね。でちょっと ラムダ1を何だとか思い出したいんですけども、それをここでくのや,やるのはですね、ラムダ1あのややこしい無理数なので、ちょっともう少しえっと有利化してからやろうと思って、で、有利化するんですけども、そのために、分母分子に2マイナスラムダ2をかけますと。2マイナスラムダ2。で、そうすると、分子は2マイナスラムダ2のままなんですけども、えっと、分母の方は4マイナス2かけるラムダ1プラスラムダ2、プラスラムダ1ラムダ2ですね。こうなりますね。 でそうすると、ラムダ1プラスラムダ2やラムダ1ラムダ2っていうのは、解とケースの関係から分かってますから、これ簡単になるわけです。2マイナスラムダ2が分子で、分母が4マイナス2かけるマイナス1プラスマイナス1と、こうなりますね。はい。で、そうすると、分母の方を整理すると2、2マイナスラムダ2っていう分子はそのままで、分母の方は4つ2-1なので、これ5ですね。はい。 こうなります。で、ここでようやくちょっとラムダ2を、えっと、代入しましょう。ラムダ2が何だったかってことをちょっと思い出せないんですけども、ちょっと私は手元のメモを見てみると、ラムダ2っていうのは、えっと、2分のマイナス1プラス5ですね。ルート5ですね。っいうふうになってますと。で、そうするとこれは、えー、っと、あ、すいません。えー、っと、ラムダ2はこれです。すいません。 ラブナリはこれなんで2、2マイナスこれですね。2マイナス、えっと、2分の、えっと、マイナス1プラスルート5と。いうことになるんで、これは、えっと、中身のところ、カッの中身、これ整理すると、2で2、2が4なので5、5マイナスルートということになります。ということで、えっと、これ確かに、これ計算すると、えっと、10分の5マイナスルート5っていうことが出てくるということがわかります。で、それがここですね、前のところですね。 で、後ろのところもまあ同じような計算すると出てきます。はい。ということで、えー、っと、この係数なんだかわかりましたということですね。本来ここになんか点があった方がいいかなと思いますけども、まあ、こんな感じだなと。で、えー、っと、このマイナスラムダ2とかマイナスラムダ1、これ何でしょうどなんですけども、これも、れも解の、解と係数の関係から、えー、っと、マイナスラムダ2っていうのはこれは、えー、っと、ラムダ1分の1ですね。で、 マイナスラムダ1っていうのは、えっと、ラムダ2分の1か形になるということが分かって、えー、っと、これも計算できました。はい。で、あそ,うその計算は後でやるんですけども、えっと、まずですね、これで、まずその先ほどの、えっと、母関数を作る方の逆方向のその、あの、式を考えると、このような形で急数展ができます。この後ろの部分ですね。急数展ができます。 で、先ほど言ったこのマイナスラムダ1とマイナスラムダ1っていうのをまあ計算してあげるあ。で、先ほど言ったのは使わずに、普通にラムダ1とラムダ2に対してマイナス取ればいいんですけども、すいません。そのままのマイナス取ります。で、ラムダ2は何だったかっていうと、ラムダ2は先ほどやったんだけども、2マイナス1プラスするとこですね。で、ラムダ1は2マイナス1、2分のマイナス1マイナスするとこなので、えっ、ー、と、マイナスラムダ2っていうのは、二ルート二分、あ、2分のルート5マイナス1で、 えっと、マイナスラムナ1っていうのは、2分のルート5プラス1。この形になってると。違いますね。すみません。なんか、同じこと、同じこと書いてる。ちょっとっえー、っと、こちらは、だからちゃんとその、そのものやれば、1倍出せるとこですね。こっち1プラスするとこ。すみません。はい。って形になって、はい。で、これを入れればよろしいということになります。そうすると、結局、最後、集的にくらデられると。この係数と、ここの、 n 乗プラスこの係数とここの n 乗っていうのが、えっと、一般コになりますよと。ちょっとこれなんか飛びすぎかもしれない。ちょっと一回戻りますね。何が飛びすぎかもしれないかと思ったかっていうと、今これはですね、一つの大きな和として本来書くべきなんですよね。何のかっていうと、n イコール0の無限大で何とかの x の n 乗なんですね。で、これ自体書くと、10分の5マイナスルートをかける ママイイナナススススララララダダののの N N 乗乗プラス10分の5プ分ルート5かける,るそうすると、この部分が、えっと、無関数の定義から AN になると。いうことで、先ほどの式が得られるということになります。いいでしょうか。はい。ということで、まあ、これは N が0以上ですね。N が0でも成り立つんですけども、まあ、特に N が1以上で成り立つということになって、解けたということになります。いかがでしょうか。よろしいですか。 まあこんな形でその場関数を使って数列の一般項を導くことができるということになります。はい。今のは、まあ、あの、一つの例だったんですけども、えっと、今からもう少し複雑な例をやっていきましょうというのを4つぐらいやっていきます。はじめはこれですね。これはもう線形ではないんですけども、まあ、n が1の時には3で、n が2乗のときにはこういうものになるという全化式です。 で、これを解いて、その一般項っていうのを取りた式で書き書いてみたいと思います。で、まずですね、まあ、こういうのをやるときには、はじめにですね、n が小さいときに、そもそも、そもそも、なんかどういう値を取るのかってことを実際に少し計算してみるといいです。で、まあ、a1 は3ですね。で、a2 は何なのかっていうと4、4かける a1 マイナス3の2引く1乗という形で、これ9になります。で、a3 同じように計算すると、27とかですね、a4 の8乗こう、こんな感じになって、あ、なるほど、なんか、ああいう感じの 増加をしていくのかなっていう気がするんだけども、まあ、これを後で検算をするときに有効になっていくということになります。はいまあ、これ、やる必要はないんですけども、やることをお勧めします。そうすると、最終的にです、ね、一般項を求めたときに、それとです、ね、これを比べて、本当に自分がやっていた計算って正しいのかなっていうダブルチェックになりますので、そういうのは重要です。検算をするのに重要になってきます。では、今の話ですね、先ほどやったその関数を使って、一般項を求めるという手順があったので、それに従ってやっていきましょうと。 で、またこれもですね、数列が n1 から始まってますから、n が0の場合を便宜上定めます。でそれをまずやります。そうすると、まあ、この下の式がですね、この n が1でも成り立つようにしてあげたいという,うにすると、これ a0 1とすれば良いということがわかります。でそうすると、この式実際ですね、a1 イコール3なんですけども、3というのはこちらの式に書いかてある 4×1-1 と等しいので、ちゃんと成り立つことがわかるということになります。 はい、ちょっと待ってくださいね。これ最後に書いたら何なのかちょっと分かんないんですけども。あ、いいですね。そうですね。こうですね。これ、これの n が1のときの場合になっているということを言っているわけですね。はい、すみませんでした。だから正しいです。ということで、今考えている全化式っていうのは、n が0のときに1で、n1 以上のときにここに書いてある実が成り立つという形で書けるということになります。いいですね。これ、二項関係全化式ですからね。上になっていると で、これに対して、また、級数を作っていくということを次にやります。ですね、xn をかけて、級数を作ります。で、今は n が1以上のときに、これを成り立つということになってますので、それの両辺に xn 乗をかけます。で、この両辺を n が1からですね、無限大名で出すということをします。で、この両辺を、えっと、母関数を使って書いていきたいということになります。なので、母関数を表す文字を作って、それを largeax とします。この,あの,その母関数を使う、あの、 どういう文字で表すかってことは、これちゃんと書いてください。はい。なんか、あの、一般的にこれが母関数であるとかっていうような文字ありませんので、ちょっと母関数をこのように表すとかっていうことを書いてください。はい。で、その母関数を使って両辺を表します。今、ここに書いてあるのは今作った式です。で、この左辺をまず見てみましょうと。そうすると、先ほどと同じように、n が1から始まってますから、0から始めようとすると A 0、a0 を引くことで、イコールになるということになります。 前に書いてあるのは母関数のもので。今、a0、1でしたから、マイナス1になるということになります。はい。それでですね、左辺が終わりです。じゃあ、右辺の方をどうするかっていうと、先ほどと同じようにですね、まず、この、初、えっと、めの項の方は AN、an1 が嫌なので、an にしましょうと。そうすると、n を一つずらすので、n が0から始まって、x の n 乗が xn プラス1乗に変わると。後ろの方も、えっと、n が1からじゃなくて0から始まるように、n を一つずらすと、3の n 乗、x の n プラス1乗になります。 でそうすると、まあ、このですね、式の、えっと、4x を前に出すと、中が anxn 乗になって、この部分、これが、えっと、母間数そのものになるということになります。で、後ろの部分は x を前に出すと、こうなるんですけども、そうすると中身が 3xn 乗になります。で、この級数は我々、なんだかこれ知ってるものなわけですね。これ何だったかというと、これは、えっと1、1マイナス 3x 分の1です。いいですかね。 だから、まあ、それを使えば、ちゃんと右辺も母関数を使って、x の関数をしかけるということになります。ね。前の部分が 4x, ax で、後ろの部分が、あ、これが x なので1、1-3x 分の x という形になります。いいですかということで、左辺と右辺がちゃんと母関数を使ってかけたので、それがイコールなので、これを使って ax イコールの形に直しましょうと。そこ、まあ、これは、こんな感じですね。えっと、順番にやったことはこうなると、ことになります。 でまあ、ちょっと今、これ、見た目が悪いんですけども、ちょっと,えっと整理しましょう。今、通分しようと思って、前の方、えっと分母と分子に1マイナス 3x かけましょう。こうなりますね。そうすると通分できるんですけども、通分すると、どうなるかっていうと1、1マイナス 3x マイナス x なので、分子が1マイナス 4x になります。そうすると1マイナス 4x が分子と分母にあるので、これ消えます。で消えると1、1マイナス 3x 分の1というのが出てきて、これが関数ですということが分かるということになります。 だから、これで母関数が x の有利関数として表現できましたということになります。で、ここまで来たら、あとは、急数展開ついていくんですけども、これの急数展開は我々も知っています。なんでかっていうと、これは、えー、っと、来ますよね。あ、もう下に書いてありますね。下に書いてある通りで、これは3の n 乗、x の n 乗の和なんです。ですね。ってことは、この3の n 乗の部分が、 この数列の一般項になっているということなので、n が0以上のときに an が3の n 乗になるということが分かったということになります。よろしいですかよろしいですかうん。はい。では、えっ、ー、と、これ例題1終わります。じゃあ例題2いきます。これですね。 n が0のときには1で、n が1 0のときには 3l-1 プラス 2n ついている。先ほどですね、このプラスについているところが、ろ先ほどの例は、等比数列だったんですけども、今度は、等差数列になっていると。そういう感じですね。で、この場合どうなのかってことをやってみましょうというのが、この、えー、と例題2です。で、えー、注意するのは、これ n が0から始まってます。ので、先ほどのように、その n が0のときの、えっ、ー、と、数列の項を、便宜的に定めるという必要はありません。もう n が0の大き決まってますから、もうすぐ、その、数を作る、作るところからスタートできます。はい。と、いっていきなり母関数を作るのではなくて、まず n を順番に入れていって、小さなところで、まず直感を得ましょうと。ます、ね、1、5、19、63、193。なるほど。感じなんですけども、うん。どうしましょうみたいな感じですね。で、まあ、なんか、まあ、 なんだろうあんまり言うことじゃないかもしれまですけども、まあ、高校政府の解き方は、これはなんか会社数列を作ったりするんだと思うんですけども、まあ、ここではそれをやらずに母関数を使ってやっていきましょうということになります。だからそうするとですね、なんかこの、なんか母関数を使ってなんかメリットあるのかとかって思われるかもしれないんですけども、それはですね、後で出てきますので、それはお楽しみにしていてください。だから今はまあ、練習のつもりでやってると思っていただきたいということになります。で、まずは x の n を 両辺にかけてを作ります。その便宜上サービスじゃありませんから、やりますが、n が1乗のときに成り立つ式はこれになっています。ですね。で、これの両辺に x の2乗をかけます。かけました。で、n が1乗のところで和を取ります。こうなりますね。これ n が1から始まってから注意をしてくださいということになります。で、この両辺を母関数で表したいんだけども、そのときはまず母関数の文字を作りまし,作りましょうと。ですね。母関数を ax と書くことにします。 言ってる気持ちはですね、もともとは small a っていう数列なので、まあ、それに対応させて large a というふうに書いてるような気持ちで言います。でもまあ別にも違う文字でも構いません。はい。それで、この左辺と辺を large a x 母関数を使って書いていきましょうということをやっていきます。はい。ではですね、えっと、これ、先ほど作った式ですけども、えっ、ー、と、左辺の方からやっていきますね。左辺の方、またですね、n が1から始まってますから、n が0から始めると a0 を引かなくちゃいけないと。 そうすると ax が前の方に出てきていて、今 a0 が1でしたからマイナス1というふうになるとなります。で、次、後ろの方ですね。後ろの方も同じようにやっていくと、まあ、この n が1から始まっているところを0から始めるようにすると、この n を大き換えなくちゃいけないということになります。ですね。後ろの方の n-1 が n になって、えっと、n が n プラス1になるという形になっています。ですか。 で、そうすると、前の方は先ほどもやったような感じなんですけども、まあ、3x をマイナスします。そうすると中身が a nx で炎上になるのでこうなると。で、ここの後ろの方、今 2n プラス2がありますけども、これも分けます。分けて2つに分けてるんですけども、後ろの方は 2x マイナスと中身が x の炎上になります。ですね。で、前の方は 2x マイナスと中身が n の x 炎上になります。ですね。そうすると、ここの2つですね。ここの2つのこれ、9数なんです。これは先ほど、というか前回やったとり、この9数が どういう形になるのかってことを我々知ってるわけです。ですね。で、それを使って俺書き換えてあげると。今からやりますね。で、それは今、ここまでは先ほど書いたものと同じです。で、今、それを知っているものを使うと、この前の部分が1マイナス X 乗分の X と、で、後ろの部分が1マイナス X 分の1になるっていうことを我々は知っていたので、それで書き換えてあげます。一番初めの給数、これは保管数値のものです。ですね。ということで、この形で右辺は書き換えられるということになります。よろしいでしょうか。 ということで、左辺と右辺が AX を使って書けましたので、それを等しいとして AX が何なのかということを導いていきます。あ、で、その前にここを整理しますね。えー、っと、今、えー、っとこ、ここの後ろの部分を通分子にしようと思っていて、えー、っと、後ろの部分1マイナス X を、えー、っと、分母と分子にかけます。うとこうなって、そうするとこれ足すとですね、分子の部分で 2X の2乗がこれ消えます。消えますので、えー、っと1、1マイナス X2 乗分の 2X だけが後ろ残るという形になって、まあちょ,っとちょっとすっきりするということになります。 はい。で、これで、えっ、ー、と、左辺、等辺、求められたものをイコールと置いて AX が何だかってことを導いていきましょう。ということになります。で、まあ、これ実際やってみるとこんな形になると。いうことになりますね。で、二つありますと。で、今、まあ、このように、その AX が X のより関数として表現できたので、あとは、まあ、この吸数展開を導いてあげればいいわけです。で、まあ、ひと、えっ、ー、と、先ほどはですね、えっ、ー、と、 これまあ部分分数分解したいよっていうふうに言ったんですけども、まあ、これ半分部分分数分解もできてるわけです。この1枚の 3x 分の1というのは、そのなんか部分分数分解をすると出てくるなんか一つの部分なわけです。で、後ろの方はまだ展開できてないので、まず後ろの方を展開するということを考えましょうと。で、注意しなくてはいけないのは、この1枚のナス x の2乗っていうのがあるんですよね。これがちょっと厄介で、こういうものに対してどういうふうに部分分数分解をするのかってことは、もしかしたら皆さんあんまり慣れていないかもしれませんけども、まあ、微分積分の教科書とかですね、見るとこれ書いてあるので、 まあそれに従ってやっていくと。で、今、これ、級数展開を導くと言っているので、後ろの部分の級数展開をまず導きましょうと。で、これは、えっと、部分分数分解を展開をすると、1マイス X2 乗のところは1、1マイス X と1マイス X2 乗っていうのを分母に持つように展開します。で、1マの 3X の部分がここに出てくると。こういう形になります。ですね。で、あとは、この、えっと、分ーの係数ですね、ABC をこれ定めるという形になります。で、これは、先ほどの例と同じような形で、 えっとまあ、これ、X に関する高等式なので、そこから、まあ、たらみだという形になります。ですね。で、これはまあ決まるということです。で、まあ、実際に決めてあげる方法はいろいろとあるんですけども、例えば、分母を払って、まあ、この式の X に適当な値を代入してあげると、えあ代入してあげて、3つの式を作ると、これが ABC に関する連立方程式になるので、そこから ABC を定めということになります。いいですかね。で まあこの場合、それでできまして、まあ、例えば A がマイナス二分の1、B がマイナス1、C が2分の3というふうになると、例えばこれにしかならないんですけども、えっと、こういうふうに A と B と C が求まりますということになります。まあ、こういう計算はですね、まあ、面倒かもしれませんけども、まあ、実際にやってみるのが重要なので、やってみるとですね、その大変さもわかるので、でもその原理を理解する上では重要なので、やってみてください。はい。ということで、部分分数ができましたと。 する部分ですね。先ほどの A と2と C を入れましたと。1枚の 3X 分の1はそのままです。ただし AX がかけましたと。そうすると1、1と一枚の 3X 分の1っていうのが2つありますから、それをまとめると、えっと、これは2分の5っていうのがケースとして出てきますということになりますね。で、えっと、嫌なのがですね、1枚の X2 乗分の1なんですね。えっと、これけえっと、えっと、吸収的に我々これ知らないんですね。我々知らない。 で、我々知ってるのは1、1マイナス X2 乗分の X っていうのが何なのかっていうのは知ってるんですね。で、それをですね、ちょっと作ろうと思います。で、どう作るのかっていうのは問題なんですけども、それはですね、えっと、これ無理やり作りますね。無理やり作る。で、そうすると、それにですね、これ足してあげると、ちょうどこれに等しくなりましよってうことがわかるとうこですね。で、これは、えっと、頑張ってやるとわかることになるんですけども、これ実際やってみると、これえっと、 まあ前の部分は1マイナス X の2乗分の X ですけども、後ろの部分、これは1マイナス X を、えっと、分母と分析と,と,とこうなるということですね。でそうすると、これは1マイナス X の2乗分の X プラス1マイナス X ですから1、1マイナス X の2乗分の1というのが出てくるということになるわけですね。ですね。だから、こういうふうにしましょうということになります。で、そうすると、ここに書いてある2つのものっていうのは、これはですね、我々がですね、 急速展開なんだか知ってるものになっていくので、これで急速展ができるということになります。はい。で、まあ、一応、1枚のセックス分の1、これ2つありますから、これ、あの、整理して、ここ、2分の1だったのが2分の3になりますという形で書けますで、こうすると、この3つの部分ですね、我々なんだか知ってる、急速展開がなんだか知ってるものになるので、書いてあげるということになります。ここに書いてあるのは今の式そのものです。で、急速展開書くと、これですね。 こうなると思いうことになりますね。1-3x の1なので、3x の n 乗と。ここは x の n 乗と。ここは nx の n 乗ですね。先ほどの等差数うやつのやつですね。という形で書けるということになります。で、これは、えっと、大きくまとめるとこうなると。2分の5かける3の n 乗マイナス2分の3マイナス n というのの x n 乗の和になるということになります。ということなので、ここに書いてあるもの、これが今、一般項になるということなので、 結論ですね。n 以上、あ0以上の n に対して、この部分が al になりますよという結論が得られますということになります。よろしいでしょうか。うん、ちょっと技巧的なところあったかもしれませんけれども、まあ、その知ってる9数を作るとか、知ってる9数を使うっていう立場になると、まあ、こういう形ができるかなというふうに思います。まあ、一応その、その、この授業の中では知ってる9数しか出ないようにしようと思っているので、皆さんがなんか新たにな9数を発明する必要ないような形になるはずです。 ので、そういうつもりで言ってください。まあ、そいつ、その面では、その意味で安心してください。ということになります。ただ、皆さんがさ、なんか別のところですね、別の数列考えるときに、なんか別の級数必要になるっていうときには、それは自分で、その級数が何になるのかってことを考える必要があるかもしれないので、それは注意をしてください。はい。ではですね。えっと、あと二つ、トピックがあって、一つはですね、周期的な数列の一般項です。まあ、これも複雑なんですけども、 ちょっとあのご紹介したいのでやっていきたいと思います。例えばですね、こういう数列があると。えっと、0以上の整数に対して、えっと、n が3で割って、n をで割ってたときの余りが0のときには1。余りが1のときには4。余りが2のときには3。だから1、1、4、3、1、4、3、1、4、3という、そういう数列ですね。まあ、それが周期的な数列。で、これのですね、一般項は、まあ、この形では、 かけてるっていうつもりにはまあなるんだけども、まあ、それでいいんですけども、場合分けがない形で書けますかっていうちょっと問題を考えてみたい。で、実際これが書けるんですね。書けるんですよ。それやってみたいと思います。で、それで母関数使ってみますということになるわけです。で、今ですね、母関数を持ってきます。AX っていうのを母関数を出しましょうと そうすると、今、その1、4、3、1、4、3っていうふうに、順番にその、まあ、周期的に変わっていくと、これ分かってるので、AX を書いてみると、こういうふうになるわけです。係数が1、4、3、1、4、3っていうふうに、順番に出てくるような形になるということが、これも今分かってるわけです。で、これ続いていくと。そうすると、これは、まあ、初めに1、1たす 4X プラス 3X の二乗っていうのがあるんだけども、この次の部分、この3つ、これ見てみると、これは、 x 4x 3x のの乗乗かかけるっていくということがわかりますそれはその3つ進むとまた同じのが出てくるからですね。で、その次の3つの部分、ここを見てみると、これは x の6乗かける1プラス 4x プラス 3x の2乗が出てくるということがわかります。って感じなんです。だから次のところは今これ書いてませんけど、これは x の9乗を点とこういう形になるわけですね。 でそうすると、この部分っていうのは、これは x の3乗を公費とする等差数列の無限和なわけです。だからこれ1、1マイナス x3 乗分の1です。うん、まあこの x が小さくてあの、あれですね、えっと、就職するとすれば。で、それも仮定してますから、こうなると。ということで1、1プラス 4x プラス 3x2 乗かけるこれっていう有利関数として Ax を表現できるわけです。 でそうすると、今までの話が、そのまま通用します。通用して、つまり、これを部分分数展開して、有数で表してあげると、AX の、ええと、こっちですね、AX、AN ですね、AN の一般項が一つの式として、ズバッと求まりますということになるわけです。いいですか。それやっていきたいと。でそうすると、これ、部分分数展開をするんですけども、1マイナス X3 乗を0にするような X っていうのは3つあって、 そのうちの2つは複素数になります。で、それはちょっと嫌なんですけども、それをちゃんとやりましょうということになりますね。分母イコール0の解を求めると、これですね、なんか1マイナス x 3イコール0というのを解くと、まあ、いわゆるその1の3乗根っていうのがあって、その1とオメガとオメガ2乗、ただしいオメガっていうのが、これですね、えー、っと、E の3分の 2πi 以上と。で、i は虚数単位です。これはそのいわゆる複素平面上に書くと、 複素平面上に書くと、ここが1で、ここら辺がオメガで、ここら辺がオメガの2乗という形になるというような、あれですね。えっ、ー、と、3つの複素数ですね。だからこの変革が120という形になっているというような3つですね。で、これは、この3つの複素数はこの、まあ、単元上に載っているという形になっているわけです。 というまあ3つ求まります。で、これを使って、えっと、部分分数分、展開していきましょうということになるわけです。はい。だから、今考えている、級数っていうのは1、1マイナス X と、オメガマイナス X と、メガ2乗マイナス X を分母にして、まあ、分子が ABC で、それが分かんないんだけども、なんかその ABC っていうのは、一時存在するので、それを定めることになります。で、これは今までと同じような形でやっていくとできます。けども、ちょっと複素数は使わないといけないので、その部分だけは注意をしてくださいということになります。 でまあ、実際やっていくんですね。で、まあ、やっていくんだけども、まあ、大変かもしれませんが、例えばまあこれあの分母を払って、こう書いて、この x に適当な値を入れてあげて、3つ式をつけると、abc に関する連立方程式になりますから、そのこの連立方程式から、a と b と c を定めてあげればよろしいということになるわけです。で、まあ、ういうふうにやってもいいんですけども、まあ、例えば、x2 とオメガとオメガの2乗っていうのを入れてあげると、なんか式が3つできまして、ここから abc を定めてあげましょうということになります。 はい、で、まあ、これ一番上の式には A しかない、2番目 B しかない、3番目 C しかないっていう式になってるので、これは割と都合がよくて、ここから簡単に ABC が求まりますと。で、えー、っと、まあ、これで、ほぼ終わってるということになるわけです。ただですね、えー、っと、今、ちょっとここに出てきてるのは、オメガがたくさんあって、ちょっと見にくいので、まあ、これらは、えー、っと、ちょっと整理できるように整理します。まあ、整理する必要はないかもしれませんけども、ちょっと、まあ、ここでは整理します。 例えば、なんか A っていうのは今こういうふうに形でかけてるんだけども、えっと、オメガの3乗が1であって、1プラスオメガプラスオメガの2乗これ0なので、例えばですね、まあ、オメガマイナス1っていうのは、じゃなくて、まず、えっと、この、えっと、分母を添加するとこうなりますと。で、オメガの3乗は今一ですと。1ですと。 で、オメガの2乗っていうのは、ここの式を使うと、マイナスオメガマイナス1になりますっますね。で、そうすると、えっと、この分母、オメガが消えて、3が残って3分の8になるていうふうに,になって、まあ、なんかもともとの見た目よりも、まあ、すっきりしますよね、ということになります。で、同じようにですね、B と C についても、まあ、やってみると。で、ちょっと細かい計算はあんまりやっていかないんですけども、まあ、皆さん、大分こういうものは、計算ができると信じておりますが、実際にやってみると、まあ、B については、この形で。 綺麗なって、綺、ま、麗、あ、なっていうのはどういう意味かというと、えっと、一つのオメガが分子にしか現れないという形になっていると。で、C も同じですね。一つのオメガが分子にしか現れないという形にできたという形になっていて、まあ、割と綺麗になったかなという気がします。まあ、こうする必要はないかもしれませんけど、一応マークしてみました。はい。で、これはまあ、オメガは複素数です。複素数。しえっと、虚数を含む複素数というのは何ていうんだろうえっと、複素数です。実数ではない複素数です。 はい、で、VABC が決まりました。ので、こう,いうように AX があのかけたということが分かります。部分分数展開できましたと。で、あとは、えー、っと、級数を求め、級数展開してあげればいいんですけども、1枚なし X 分の式これは我々知っていて、今までも何度も出ていて、これは、えっと、かけない。ね、X と N 乗の和になると。で、 この部分は、今これだけでは分かんないんですけども、ここの部分を分かるように変え,て変えていきましょうということになります。で、それはこうですね、先ほどもちょっとやったんですけども、この、ま、えっと、この部分、分母をオメガで割りましょうということをします。で、その分、こちらの方にオメガ、あの、前の方では分母にオメガをかけてあげるということをします。後ろの方も、えっと、後ろの、えっと、分母はオメガ二乗で割るんだけども、前の方にオメガ二乗を分母にかけてあげるということをして、イコールにしましょうということになります。で、そうすると、 ここの部分は、えっと、オメガ分の X の N 乗の後してかけるということがこう分かるわけです。ということで、よろしいということになります。で、問題は何かっていうと、先ほど、先ほど、ここら辺きれいにしたのに、またなんか汚くなっちゃったと。で、ここら辺をちゃんと、あの、表してあげる必要があるのかなと。あと、このオメガ分の1とか、このオメガ2乗分の1とか,とか出てきてるので、ちょっとこれもきれいにしてあげたいというふうな気持ちになります。で、それやってあげます。 で、まあ、やってあげると、前のところ、まちょっと、これ計算省きますけども、マイナス3分の2マイナスオメガになって、後ろの部分はマイナス3分の3プラスオメガになるということが、まあ先ほどと同じような計算するとかります。はい。で、オメガと、分の1とオメガ2乗分の1なんですけども、先ほどですね、えっと、オメガ3乗イコール1とかいうのがあったので、ここからですね、えっと、オメガ、オメガ分の1っていうのは、と、オメガの 2乗であって、オメガの2乗分の1オメガだということが分かると。ということで、まあ、そこら辺はこ置,き置き換えてあげるというふうにします。で、そうすると今まだ置き換えてませんが、まあ、急数展開をして、置き換えてあげる。あ、置き換えてないですね。<laughs> 置き換えてないですね。まだ置き換えてない。急数展開をまとめて、この部分オメガの2乗、この部分をオメガというふうにしてあげると、こういう式が出てきますということになりますね。で、今、ここの部分、これが、まあ、 整理全部終わって一般項になりますよということになるわけです。ということで、この AN というのが場合分けなく1つの式で書けたということになります。だから今、結論としては、えっと、N が0 4のときにはこういう1つの式で表せますよと、場合分けなく表せますよということになりましたということになります。まあ、ただし、オメガって何なのかとかちゃんと書いてくださいということになります。で こういうふうにですね、なんかこう、なんか周期的な数列をですね、このまあ複素数というか、この場合は、今のやつはその1の原子根の類似を使って、こう、書くのを持っていること、書くっていうのはですね、えっと、逆不利風、フーリエ変換と呼んだりします。で、これはですね、割とその信号処理とかではやってるわけです。 なんかなんか周期的な数列というのは、かその時間において、ね、143143というのがです、ね、なんか周期的に表れているような,なんかその信号だと思うんです、思 N を時刻だと思って143143というその値がです、ね、なんか周期的に表れている信号があって、それをなんかそのこのまあ時間領域じゃなくって周波数領域で考えたいとかいうときにこの考えるというのが、まあえー、と信号処理ではよくあって、まあ、実は信号処理だけじゃなくて離散数学でもあるんですけれども。 まあそういうつながりもあったりしますということをちょっとここではご紹介したかったということになります。いいですか。はい。これが例題3になりました。はい。で、今まあ式できたんですけども、一応まあ今の式から A0 とか A1 とか A2 って実際計算してみるとちゃんと1とか4とか3っていうのが出てきます。これも計算大変なんですけども、まあ実際にやってみるとですね、雰囲気わかると思うので、えっと、眺めながらですね、皆さんやってみてください。はい。 で、ちゃんと143になってるんで、まあ、正しそうだなってことは分かるということになります。はい。だからこれ私やったんですね。自分の計算をね。<laughs> ってことだけ、その、あの、苦労しましたよってことだけお伝えします。はい。で、最後ですね。母関数が収束しない場合。これ困っちゃうんですけども、これちょっと最後に5分ぐらいやります。例えばですね、こういう数列があるとします。これ N が0から始まってますから、まあ、その、便宜上 A0 を定める必要がない,かい,い形で母関数を使って、 やっていきたいんですけどもこれ問題があって何なのかというと、これですね、すごく早く増加してしまって、母価数が収束しないんですね。で実際、まあ、いわゆるその火を使ったテストっていうのをやってみると、an っていうのが n のける a n 1よりも真に大きいということが分かるので、これがですね、こんな形で,日で、ね、この比が n を大きくすればそれほどどんどん大きくなっていってしまうという形になってしまうわけです。 だからまあ就職関係ないわけです。ないか就職関係ない,、まあ、ないというか、ゼロというか、という形になってしまって、これ困るんですね。就職しない。ということで、今までの方法は、まあ、家庭があったな、そもそも家庭が泣くていないので、使えないということになります。で、それはですね、やっぱりまあ困っちゃうというか、困っちゃうだけじゃなくて、えでもなんとかしたいんですね。な <laughs> んとかしたいんです。で、なんとかしたいんで、 1一つ、まあ、方法が何なのかっていうと、今考えている数列の代わりにです、ね、ここに書いてあるように、その数列のです、ね、値をです、ね、各候補ですね、n の階場で割ったような数列を考えます。で、なんで階場なんだっていうことなんですけど、これはですね、後でなんか見ると、あこうするとなんかすごいそうだなっていう気分が分かってくるので、ちょっとこれは許してくださいということになって、n の階場で割ります。で、それで、この bn っていう数列の母関数を考えましょう。今、これを large bx と書くことにします。 で、そうすると、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、つまり、BNXN 上の和なんですけども、これは AN を使って書くと、N の解乗割る AN、ちょいさ、N の解乗分の a n かける x n 上の和になるという形になります。で、これを考えます。で、先ほどの例だと、これはですね収束、収束するんですよ。先ほどの例は、これは収束します。で、これを考えておきましょうということになります。で、一応ですね、この BX、この N の解乗で割る方の、 形で書いたのこれをですね指数型母関数と呼ぶことがあります。でまあ、今後、私もそうやって呼んでいくんですけども、えっと、そういうふうに呼ぶことがあります。で一方で、元の方ですね、こうただに、た,た,ただ、AN をか持ってきて、X の N 乗をかけて和を取ったものは通常型母関数と呼ぶことがあります。のでまあ、そういう形で指数型と中上型をこれ区別することがあるんですけども、えっと 気分としては、就職しない場合には指数型を使うということになりますし、別に収束しても指数型を使っても構わないということになりますけども、まあ、便利な方を使うということになります。はい。で、先ほどの数列も一般項を求めたいって話があったんだけども、それはじゃあ今のように置き換えましょうと。で、置き換えたってことは、つまり、えっ、ーと,えー、とですね、両辺をですね、N の解状で割るわけです。そうすると、えー、と N が0のときには N の解状って1ですから、PN は N が0のときは4になります。4のままですと。 4を0の解状で割っても4だからですね。で、えっと、右辺の方です右辺の方、N、の解状で割るとこうなりますけども、そうすると、はじめのここですね。この部分はどうなるかっていうと、ここは、えっと、n×n-1 の解乗分の n×an-1 になるので、これは n-1 の解乗分の an-1 になります。で、これ定義からこれ bn-1 になります。ですかそれはここに出てきます。いいですかね。 で、まあ、同じように、n 以上分の 3n っていうのは n-1 の解上分の3になって、マイナス -n の解上分の2っていうのはマイナス -n の解上分の2ってなるという形になります。いいですかね。で、それが n が1乗元の時に成り出すという形になって、まあ、この数列考えましょうという形になります。いいですかいいですかで、この数列の母関数、先ほどその、Bx って言ったんですけど、けども、それを作りましょうということになります。いいですかね。じゃあ、それでやっていく。 ことにするので、まあ、両辺にまず x2 乗をかけて級数を作りますと。あ、これまずですね、n が0のときから始まってますから、えっと、便宜的に0の場合考える必要ありません。で、n が1乗のときにはこの式成り立ってますので、両辺に x2 乗かけて A を取りますという形でこうなります。ですかね、ここまではまあルーティンですね。はい。で、n が1から始まってると注意をしてくださいということになります。で、この両辺を母関数を使って書きましょうと。で、今、その母関数、これ bx ですけども、あ、bn の母関数が bx です。 なので、それを使って書きましょうと。で、今、得られている式、これですけども、左辺はそのまま,いつま、今まで通りですね、n が1から始まっているのを0からに変えると、b0 引きましょうという形になります。b0 よも4でした。で、前の部分はそのまま母関数になります。ですね。じゃあ、右辺どうでしょうとで。右辺がややこしくって、ちゃんとやっていくんですけども、右辺は、まず、この初めのところ、これは、えっと、n が1から始まっているのを0からに直すと BN、bn-1 が bn になります。ね、この辺で、残り x10 プラス1乗が出てくると。 で、後ろのところも n が1から0からにすると、n、n-1 が n になるとなります。で、後ろのところは、えー、っと、これも n が0から始まることにすると、えー、っと、n が0の時の部分を引いてあげるんですけども、それは0の解状分の2になると。まあ、本来は0の解状、まあそうですね、になるということになります。ですかね。 で、問題は何かっていうと、この初めの部分ですね。この部分が我々これよく知っていると。これはよく知っているといこれはあの母関数そのもの。x かける母関数になっているい感じですね。で、問題はですね、この後ろの部分、ここら辺がよくわかんないですね。で、これは実はよくわかんないとか言っときなが、皆さんがこの積、えー、と微分積分の授業のことを思い出すと、実はこれよく知っているものになっているということになります。でそれが、これ後ろにこれ書いた、下に書いたんですけども、これテーラー展開、あるいはマクローリン展開ですね。原点におけるテーラー展開のことをマクローリン展開と言いますけども、 えっと、何だったかというと、えっ、ー、と、2の実数 x に対して e の x 乗っていうのが、このような形の急数でかけるってことがわかってます。n、ね、の解乗分の x 乗の割れになると。で、そうすると、この後ろの部分ですね。これは、ここに書いてあるものの1が2になってますから、2かける e の x 乗になるということがわかります。ですか。で、ここはですね、これ書いてあるものに3と x をかけたものなので、3 x かける e の x 乗になります。 ということになります。いいですか。ということで、この指数関数を使うと、この辺も母関数を使って表せたということになるわけです。いいですかはい。ということで、左辺と右辺が BX を定めて書きましたので、これをイコールとして、ここから BX を求めましょうと。で、これはまあ、あの機械的に計算していけば BX がこのような形で書けるということが分かります。マイ、ね、ナス 3E の X 乗プラス1マイナス X 分の 1マイナス X 分の E の X 乗ですね。プラス1マイナス X 分の6と。で、問題は、この BX が、今は、X の関数として書けたんですけども、先ほどまでのように有利関数として書けてるわけではないってことに注意してください。まあ、指数関数でできてると。だけども、そういうものに対しても、えっ、ー、と、その、急数展開が何なのかってことを知っていれば、これが急数展開、どうなのかってこともまあわかるわけです。で、それを考えましょういうことになります。 でそれは最後でやることですね。得られた BX の急速展開を導,導きましょうと。と。それは先ほどのこう定乱展開の逆操作をしましょうと。だから E の、あ逆操作たちが E、先ほどの定乱展開の地球を使って E の X のところを書きましょうと。ですね。で、ここの部分は、それは、えっと、1マイナス X 分の1は知っている。E の X 上を知っているという形なんでそのまま指としてこう書きます。書きます。で、ことこれはですね、えっ、ー、と、綺麗にならないと。あ、麗になったらまあ細かい書いておきます。で、1枚のス X 分の1、これは X の2乗の 笑っているということも知っているということになります。ですかね。で、まあ、これをきれいにしたい。で、今ちょっとこの真ん中の部分は、えっと、K と L ってもちろん今使って書いていることにします。で、今両方とも K と L、や、K と L はどちらも0から無現大まで動くという形になっています。はい。で、これを、えっと、えっと、この、えっと、真ん中の部分真ん中の部分もこういうふうな形で書いてますと。 でこれは何をしているのかというと、今パッと見て分かんないんですけども、えっと、X の N 乗が出てくるところだけを集めましょうということをしています。で、そうすると、えっと、X の形状と X の L 乗があるので、この X の形状と X の L 乗を足して、X の N 乗となるのはいつですかってことを考えるわけです。でそうすると、それは N が、あえっと、K プラス L が L を満たす KL を考えると、その数だけ、ここにその中、係数が出てくるということになります。ですかね。で、そうすると、今、その、えっと、どっちからやればいいかな。だから、えっと、それは、えっと、どういうものがあるかというと、例えば、K が0で L が N とか、K が1で L が N-1 とか、K が2で L が N-2 とか、あと、K が N で、 L が0とかですね。そういうふうなあのパターンしかまあないわけです。いいですかね。で、そうすると、えー、っと、K が0のときには、X の0乗かける、えー、っと、X の L 乗が出てくるんですけども、そのときの係数として L の解乗分の1ができます。だから、ここからは、この輪に、えー、っと N 分、L の解乗分の1っていうのが現れるっていうことがわかります。係数にですね。この X の係数にこれが伝えるっていうことがわかります。という形で同じように、この、 で、K が1、L が L 1のときから、えっと、この係数に N 1の解乗分の1が足されるということが分かります。で、最後には、えっと、0の解乗分の1が足されるということがわかるということになります。つまり、この係数、X の円状の係数っていうのは、これらの割になります。で、これらの和っていうのは、どう書けるかっていうと、それは、えっと、まあ、K を1から N までとして、0から N までとして、K の解乗分の1とかけるということになるわけですね。で、それがここに書いてあるということになるわけです。 いいですかだから、まあ、冷静になれば、これもわかるということになります。よろしいでしょうか。はい。で、最後は同じように書いてるだけですね。はい。で、ここまで書ければ、えっと、n イコール0から無限大までの和で全体を求められるという形になります。ということで、任意の0以上の n に対して、bn がこの部分ですね。まあ、えっと、6が混ざって、えっと、 でこの和があります。これ有限はですね。有限和の中今これ定まっているなんか式になります。マイナスやなんかジョの3というのは出てくることはわかります。でこれで bn がまとまったので an をここから復元します。an っていうのはえっと b の nbn に n の解乗をかければわかるので今止まった n に abn に n の解階をかけると an になります。つまり6が 6n の解乗になってこの中の部分は分子に n の解乗がついてきて後ろの部分は分母の n 解乗が消えてマイナス3になると。 という形になって、式が一般項が分かりますということになります。よろしいですかまあ、これ、その、シグマがあるんで、これをとか閉じた形と言っていいかどうかってことは、まあ、ちょっと難しいかもしれませんけど、うん、ま,あまあ、一応、まあ、有限は許すという形にしましょうと。まあ、実際この k の解除分の1の和っていうのは、簡単にこれ以上と表す方法は私知らないので、まあ、これでちょっと許してくださいということになります。はい。ということで、まあ、このような指数型母関数っていうのを使うようになってほしいかなというふうに思います。はい。 ではですね、今日のまとめですけども、えっと、母関数を用いて全化式を解けるようになるという話、最初は線形全化式の、えっと、話から始まったんですけども、最後の方、えっと、周期的なものであったり、指数型母関数を使うっていうのもあったりするので、えっと、そういうものにもなんか対応できるようになるというのは重要かもしれませんし、まあ、あの、まず、えっと、覚える必要はないので、そういうものが必要になった時にちゃんと使えるということは重要かなというふうに思います。で、今回やったように、この母関数を使っているようなことをやろうとするときには、 えっと、なんだっけ、その微分析文とかですね、解析学とかですね、そういうものの,あの知識っていうのが必要になったりすることがあります。で、そういうものはですね、近年、この解析的組み合わせ論というふうな名前で呼ばれたりしています。で、そこではですね、今言ったような微分析文とか、まあ、今回はあんまり使わなかったけど、複数関数論がですね、非常に重要な役割を果たすということも知られてますので、こういう方向にですね、興味がある人はぜひその、 勉強して複素関数欄などを使って組み合わせ論をやってみるという形のことも考えていてください。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。